さあ続きやっていきます。隻眼の王討伐戦。処分が決定した雛見を助けるべく、敗勢として捜査官を続けていた金木が行動を開始する。そこに現れたのは CCG の死神だった。メイン黒い死神。自分のために投獄された雛見を助けるために行動を開始した金木。途中、桃花や綾虎と合流し、彼女たちが戦っていた相手、自分の死と対峙する。準特等に昇進したハイセは、築山家殲滅戦での隻眼のグールとの戦いで、高槻戦がグールであると知り、彼女を黒里屋に収容した。そんな彼女から CCG の創設者である和州家が、グールの協力者であることを聞く。時を同じくして、ハイセがオークション掃討作戦で所有権を得ていた四つ目こと笛口雛見の廃棄が決定した。聞いてもいいですか？何かね。あなたが命を懸けてまでしたことは無駄に終わりそうだ。情報は操作され、人間とグールは元のまま争いを続ける。全く無駄だったとは思わんがね。命を懸けただけの見返りはありましたか？知らんよそんなもの。自分がそうしたいと思ったからそうしたまでだ。必要かね、命を落とすのに理由が。そういうものに出会ったことないわけではあるまい。君がこれからしようとしていること、手を貸そうか？え、僕がこれから何をするかなんてあなたにわかるんですか？ああ、その代わり私の願いを聞いてもらうけどね。隻眼の王を殺してくれ。さあついに有馬との戦いが始まってしまうわけですが、行きましょう。さあ死神、はい、死神廃勢っていうか、これ金木っていうあれだから、一応なんだ、死神金木じゃ、闇金木的な扱いになるんだろうか。それでいいですか？闇金木っていうことで、いきますか。確か公式でも闇だったのかな、死神だったのかな、死神だったような気がする。死神金木になるのかな。まずい。まあ呼びやすいやつでいいでしょう。これがチャージで、360度の範囲攻撃か。ここはいつも通りの金木と一緒で、丸が、あ、これ打ち上げだ。打ち上げになったの。打ち上げの利点って何なんだろう。普通にこれは弱攻撃、打ち上げの利点って何なんだろうな。とりあえずこういう迂闊相手にはもうこういう範囲攻撃一発で倒れるから、これでいいと思うんだけど。ああ、ここはちょっと久しぶりにやっぱ射撃をうまく使えば、こういうのって被弾しなくても、やばい、いやちょっと違う、お前じゃない、あ、貫通するんだ射撃。ちょ待って、近い、なんだこいつ。ああ、結局はこうなっちまう。結局は突っ込んじゃうんだよな。よいしょっと、あんまこれやってると本当になくなっちゃうから、やばい。よし、ギミックもねしっかり使って、はい、盾は後回しだな。やっぱり射撃のやつを先に倒さないと。やばい、囲まれた、いてててて、よいしょ、空中モーション。あー、射撃の削られる量がやべえ。ほいほいっと、オッケーオッケーオッケー。であとは盾だね。こいつらは本当になんか害がないって言っちゃあれだけど、何もしてこない。いや、近づいたらそれ殴ってくるか。あんま何もしてこないんだよね。ガードしてる敵に対してはこうなんかスキルユニークモーションがなんか有効みたいな、ユニークモーションやって体勢が崩れたところを追撃を入れるみたいな。ユニークモーションじゃなきゃいけないのがちょっと辛いな。
近いぞこれ。目的地が近いんだけど。あ、敵出てくるのか。まあまあ、行って出て、もうこれただ耐えるだけでしょ。もう行くとこはもう目の前にあるから。ほいほいほいっと出てくる。出てくるね。これかき集めてスキルで倒すか。2人しか出てこないけど、なんか君めり込んでますよ。あんま使うタイミングないんだよな今のところ。必殺技使いたいんだけど、もっとブワーッと出てきてくれないとさ。よいしょ。もういないのか。じゃあ取って次行こうか。なんかそこまで難しくないな。 C から B。 今んとこそこまで難しくない。独房のロック解除できる。あそこにも覚醒ゲージのあれがある。あ、なんだこれ結構なんだ一つのエリアに。あ、待って、あそこに今度はスキルゲージの無限がある。ん？あ、敵が出て、まあ出てくるのはわかるけど、そんないっぱい出てくるのか。一人だぞ。一人、ああ、二人、ああ、一人、二人、三人と、奥からいっぱい行さん出てきておりますな。とりあえずなんかまとめてやりたいけど、よいしょ。よいしょ。ここら辺で撃とうか。かっこいい。あ、これ待って、これ無印のあれだね。あの、覚醒カネキとよく似てるね。寄ってこい。よいしょ。当たんなかった。あいつジャンプでかわしやがった。打ち上げ、打ち上げ、追撃、終わりか。で、また追撃かな。追撃。追撃のダメージは結構入るからな。これも入れ食いですよ。これはもう入れ食いだよ。ほい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 。よいしょ。これ、終わりある。いや、痛い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 。よいしょ。これ終わりあるのか。なんかすっげえ向こういるけど。その部屋にぎゅうぎゅう詰めになっとったんやろな。あら、よっと。オッケー。何人倒した？ 5 人ぐらいか。ほいほいほいっと。まだいるね。すごい、なんかその、部屋の隅に並んでんのみんな。あ、またなんかちょっと済ましたやつが出てきたよ。おい、よいしょ。ちょっと射撃使おうか。おいおい、射撃の方がせ、あの、安定してた。すい、戦えるんだけど。あ、で追撃でしょ。追撃やって、あ、やべ、しくった。スキル打つタイミング見せたね。やって終わりか。なるほどね。ほいっと。なんかあれだわ、スキルゲージを取るまでのなかった。スキルゲージはね、あのユニークスキルを打ち、あ、スキルゲージか、あの青い球を取るまででもなかった。あれ取ると、まあ、一定時間無限にスキルを打てるんだけど、あれ取るまででもなかったな。よし、まずい。おっと、 CRC ガス壊す必要があるみたいですよ。あれを壊せばいいの。あ、殴って壊すってこと。あ、そういうこと。別にねえ、 CRC ガス食らって HP が減るわけではない。あ、これ本来はあれか、雑魚敵の中、雑魚敵を倒し蹴散らしながらこの CRC ガスの装置を壊すのか。あ、俺先に雑魚敵を倒しちゃったから、もう何、誰にも邪魔されずに壊せますよみたいな、そういう感じか。あ、なるほどね。はい。電源を入れればいいのか。あ、何これ。ああ、暗いのね。慎重に進もう。なんか白いから一瞬なんか無月のあれに見えちゃった。ああ、いるのか。ちょっとこれゲージあるし使おうかな。これ多分ね、必殺技キルもなんか最後のランクにあれなんじゃない、上げるのに関わってくるんじゃない。こっちじゃないね。なんか迷路みたいだね。殲滅する。よいしょ。よいしょ。まだいる？まだいるね。あ、ガードしてるね、こいつ。打ち上げて、追撃を入れて、おしまいっと。どこだろう？これかな？これっぽいな。あ、なんか今めっちゃ重要キャラっぽく出てきたけど、
これそうでもなかった、ただのモブだったわ。めちゃめちゃドアップで映るからさ、えもしかして重要キャラみたいな。スキルゲージあるから使ってすぐ取りに行けば大丈夫。オッケーオッケーオッケー、ほい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 、よし打ち上げてスキル打ってもう一回打ち上げれば OKOK、 追撃来たね。いいねこれ、なんかこういう中ボス相手にはもう申し分なく、ユニークスキルを使えばすぐに追撃まで持っていけるな。お B からダブル S になったよ、完璧なんじゃないか。おお、あーあうわめんどくさそう、行きましょう。あそこがコントロールルーム？センターが。橋は？あるじゃん。あ、じゃあ荷物があるのか。あー、やっぱ結局ぐるーっと回っていかなきゃいけないと、そういうことですね。あ、盾無視しよう。うかくいるわ。うかくを倒して、なんか入れるの？今度は。なんか入れるんだけど、何もないわ。なんか、またあれだね。あれ思い出すね。ポケモンのあの、船の中。一個一個部屋を見ていって。よいしょ。よいしょ、追撃を当てていく。そして迂闊を倒して、また部屋があるね。何もないわ。よいしょ、もうあの盾無視していいっすか。あ開いてる、ここなんか、ここあらかじめあらかじめ開いて、なんだなんだこいつ、お前よいしょ、こいつ買って使っていいやろ。もうなんかあぶれてるぐらいだったら使っていいと思う。よいしょ。こっちの方がやりやすい。おい、おい、で、追撃。オッケー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 。で、もう一回入れれるのかな。追撃で敵を倒した場合、もう一回追撃を入れれるっていう、あれは何なんだろうね。開いてる。空っぽだ。おぉ、盾買った。オッケーオッケーオッケー。追撃。もう一回追撃かな。もう入んない。こいつ追撃入れるぞ、なんか。盾持ってるけど、一応体幹っていうか、あれは崩れたままなんだ。ほいっと。ほいっと。あ、なかなか耐えるね、こいつ。よし。ここは何？ HP 回復か。あー、だからこの、もうここ結構連戦だから、このストレートで。この小部屋に入ってるアイテムを、ちょっとずつ使いながら、進んでいきなさいよと。そういう優しい設計なのね。はい、ふい。さあ来たよ。これまとめてドカンでいけるような気もするけど、どれぐらい出てくるのこれ。無限脇じゃないよね。ちょあいつ邪魔だな、あいつやりに行こう。何してくれとんねん。よいしょ、お前もほいっと。ごめん、落としてしまった。奈落に落としちゃった。うわぁ、めっちゃいるんだが、嘘だろ。やばすぎ。ちょっと待って、それはやばい。みんな集まってくれない？一つに。一箇所に集まれ。こっち来い。なんかこいつら、あれだな、全然集まってくんないな。まあ、そこそこ範囲は広い。ほい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 っと。カードキー探さないと。あれ、さっき俺行かなかったっけ、見落としてたのかな。ほいほいほいっと。まだいるね。覚醒ゲージ2つあるね。これ1個取っておこう。消えないよね、あいつ。こっち？こっちだったっけ？こっちっぽいな、でも。あ、あそこ1個開けてないわ。これ。ここ。あ、でもこれスキルゲージだ。ていうか敵復活してるし。俺さっきここ敵殲滅したよね。あ、ない。あれ？どこだった？ベッドの上じゃなかったか。ほら。よいしょ。ここにもないわ。光ってるよね、カードキー。確か。あ、ここでもない。あったあったあった。え？こんなとこあったっけ？いいね。いいね。いいね。いいねっていうセリフは今まであったか。あ、この盾は倒してない。この盾は、あ、こっちも部屋ないか。この盾は倒してないけど、盾を倒すのは非常にめんどくさいから、まあ、あいつら離れてたら本当撃ってくるわけでもないし、
ガチゼロ距離詰めた時にだけ殴ってくるから、まあほっといとってもいいだろう。それであれかな、ランク下がっちゃうのかな、最終的な成績。こっち行けるとこある？あ、あるっぽいな。とりあえずこのもう端っこからしらみつぶし見ていくか。あー来たね、覚醒ゲージ。覚醒ゲージがあるんだったらこいつらはもうこれ倒そう。多分倒れてくれるでしょ、こいつらごときなら。オッケーオッケー。でここはどう、ここもないね。ここはどう、うわあったわ、あった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 、いててててて、あったあった。よし、でまあこいつらサクッと倒して、こっちにはまだ、あ、HP 回復のあれがあったわ。これを取ってサクッサクッと倒していこう。あ、また相手の部屋がある。これなんだ、これは何もなしか、何もなしだね。 OKOK、 2つ集まったからとりあえず覚醒ゲージ回収して戻ろうか。でこれであれだっけ、ひなみの独房だっけ、これ開けるの。これでひなみの独房を開けれるのかな。あ、え、マジかよ。え、め、なに、これめっちゃ来るやつ。とりあえず、うわ、いるし。え、CRC ガス出てんの、嘘だろ。あれか、あれか、誰が入れたんだよ。いて、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 よくもやってくれたな。あ、ここにあった覚醒玉消えてるわ。いや、降りてくるんかい。よいしょ。なかなか、あれだね、ゆっくり起動させてくれないね。よいしょ。あ、スキル玉だ。これはいいね。撃って、スキル玉があればもう一瞬よ。おい。よいしょ。はい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 。あー、この白いのは厄介だ。いやー、白いのばっか来始めたな。オッケーオッケー。追撃に興味はないっす。また来やがった。よいしょ、オッケーオッケー。また来やがった。どんだけ来るんだ貴様。これどんだけ来んねん。これ撃ってもいいな、撃とう。まあ5、6人キルできるでしょ、ドカンと。オッケーオッケー。6人同時でやったね。まだ来るんかい。なんかあいつでもそんな戦う意思はない、そんなことない。あ、また CRC ガス。あ、なんか今になってすげえ人が来だした。どういうこと、やめやめやめ、見て、出て出て、お前。よいしょ、こんなとこでつまずいとるわけにいかんねん俺は。オーケー、いいか、以上はできたと。でついにひなみの独房かな、降りて、どっちだ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 、あれかな。なんか来たんだけど。うわ、マジか。あいつまた美覚持ちだ。スキル使おっかな。スキル使うと結構厳しいような気がするけど、いやーこれ使わないと厳しそう。すげえうじゃうじゃいって、あー使いましょう。回復が欲しいところではあるな。よいしょ、ほい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 。追撃して、追撃追撃、オッケー。追撃、これ、あーやべ、めちゃめちゃ雑魚的いるじゃん。めちゃめちゃ雑魚的いるけど、超みどれぐらい出てこいと、このなぎ払いがある限り何もできないと思うんだよね。さあ行くか。お、トリプル S だね。ここがひなみの独房。お兄ちゃん、遅くなってごめん。ここから出よう。
どうして？あなた捜査官でしょ？また同じこと繰り返すの？これが僕の最後の仕事だ。僕はひなみちゃんを助けて有馬さんに殺される。なんでやねん。お前いきなりかよ。しかもこの BGM、 皆さんこれ、この BGM 聞き覚えないでしょうか。僕の動画をいつも見てくれてる方、まあ僕の動画見るって言ったら、まあインボケユーザーぐらいだと思うんですけど、この BGM、 ピエロ戦の BGM ですね。なんでやねん。なんでや、なんでや、おう、なんでや。面倒ですが、立場上戦いますね。親指アタックのとこかな、これ。ここでね、ひなみがスカートを押さえるのがね、可愛いんですわ。あやとくんイケメンになっちゃって。うお、見てよこのステージ、袋を持ってるんだけども。あ、もう袋を持ってるんだけど、嘘だ。袋の確保から作ったプリンケ、使うのはお前が初めてだ。行くぞ金木剣。覚醒ゲージが一応あるね。いてててててて、やっぱり瞬歩してくるね。覚醒ゲージ取ろう。殴ってる間にいけるかな。あー、下から出てくるのね。とりあえず行くぜ、行かしてもらうぞ。今だ、おら、よいしょよいしょ、打ち上げろ。もうどんどんスキルを使って、やべ、いけ、追撃、オッケー。やっぱ追撃を入れるの大事だね。追撃が入れるようになれば。あー、今の追撃まだ来ないか。危ない、かわせかわせ、オッケー、入れて打ち上げ。あー、やばい、スキルが切れたか。覚醒がもうちょっとでできる。ちょっと待って、一回ターゲット切って、いてて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 て、覚醒がもうちょっとでき、あの覚醒ゲージは一手一つ残しておきたいな。あそこにあるスキルゲージだ、あれを取りに行こう。あれを取ってスキルを常時無限にして来るか。来いよ。なんだ、オッケー、下からだね。で、あー、まだ来る。いやー、真面目にやれ。どうする、限界よ、また死ぬか、簡単に。何、あー、やべ、スキルか。おお、なるほどね。少しはやる気になったか。あ、いた、くそ。さ、じゃあそろそろ覚醒する。ちょっとここじゃやばい、ここ狭すぎる。来い、こっち来い、こっち来い。有利ポジで戦おうすんな。今だ、覚醒しろ。覚醒して、お前なんでどんだけ詰めてくんだ。ゴリ押せゴリ押せゴリ押せ。あ、いけ、くそ、タゲが外れる。こいつもしかしてタゲ外れる、瞬間移動したら。
瞬間移動しても竹は一応外れてないね。瞬間移動早すぎてカメラのスピードがついていってないだけか。やばいな。ちょっと一旦外そう。外して回復取って、これ取って、スンスンスンと、これ取って、オッケーオッケーオッケー。いててててて、後ろに回り込んでくるの強えな、本当に。カメラがさ、一瞬でこう向いてくんないから、あ、後ろだみたいな。あ、だ。必殺食らえ。僕の勝ちだ。ズドン。決まったな。お前に払った時間は無駄だった。トーカちゃんたち、ちゃんと逃げられたかな。もういっか。おい、もういっかじゃねえよ、ヒデ。僕さ、君がいないと寂しいよ。ウサギか、お前は。お前は生きる理由が見つからねえだけだろ。んなもんすぐ見つかるって。ほら行けよ、せっかく拾った命無駄にすんな。誰かのためにかっこよく死ぬだっけ。俺はさ、あの時お前と行きたいと思ったんだぜ。聞こえるまで言ってやる。格好悪くても生きろ。終わりです。早っ早いな勝負はもうついている。飛んだな一気に。こんなこと虚しいだけだ。敗北か。最後にもう一度聞く。本当にとどめを刺すつもりはないんだな。気持ちは変わりません。わかった。聞け、金聞け。赤眼の王を殺してくれ。お前が俺を殺したことにしてくれ。有馬さんが赤眼の王。頼む、お前にしかできないことなんだ。わかりました。僕があなたを殺した。ありがとう。ずっと嫌だった。奪うばかりの自分がやっと何か残せた気がする。おお、いやー、覚醒した後、格好悪くても生きろ。で、まあ、覚醒した後の金木の戦闘シーンあるかと思ったんですけど、なかったですね。まあ、この後出ては来ないかな。どこであるのかもしれないけど、まあ、とりあえずストーリーではないのかな。トリプル S ですね。最近いいね、スコア。ということで、今回は、赤眼の討伐作戦ということで、討伐戦ということで有馬騎将と戦って、勝利するというところまでした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。